別角度から、ノートルダム大聖堂の火災は、2019年4月15日から、同年4月16日にかけて、フランス・パリのノートルダム大聖堂で起きた火災。メディアを再生する近くの高層ビルから撮られた、動画戦闘が崩落する前後の様子2019年4月15日の18時50分頃、フランスの首都パリにある、ノートルダム大聖堂で大規模な火災が発生した。 火災の中心は大聖堂の上部であり、消火は難航した。歴史的建築物である大聖堂が炎上する中、100人ほどのパリ市民はその周辺に集まってひざまずき、聖火を歌いながら祈り続けた。2019年4月16日10時までに沈火が発表されたが、戦闘とその周辺の屋根が崩落した。 フランス大統領のエマニュエル・マクロンはフランス国民への新たな生活支援策などをテレビに出演して発表することになっていたがこの火災を受けてそれを取りやめるとともに火災現場近くで大聖堂の再建を約束し国際募金活動を実施するというフランス政府としての意思を表明した2019年4月17日には2日前に火災が 発生した時刻とされる18時50分にセーヌ川の対岸側へ多くの市民が集まり、フランス全土及びイギリス、イタリア、ポーランドにある教会や大聖堂が鐘を鳴らし、アメリカ合衆国のエンパイアステートビルはトリコロールの青、白、赤の3色を使ってライトアップするなど各地で連帯が示された。消火の様子出火は2019年4月15日18時50分に、 確認され、消防へ通報が入った。火は、瞬時に大聖堂の屋根などに燃え移って広がり、約400人の消防隊員が加わった。消火活動は9時間に及ぶものとなり、火災現場に急いで駆けつけた、消防隊員たちは、数十台の消防車と最低でも18の、高所放水機材、数機のドローン、1台のロボットを投じるとともに、重要な文化財を移動させていたことを、 当局者が明かしている。セーヌ川の橋には、数百人の村がりが確認でき、スマートフォンに炎上する大聖堂を収めた者もいた。パリ市内では、中心部のしてしまえ、消防車が出動した。炎上する大聖堂は白煙に包まれ、建物の内部には、消防隊員のものと考えられる懐電灯から、放たれた光が確認でき、 修復工事のために設置された足場の周りでは、繰り返し火の粉が見え、夜中になり火災現場の周囲には非常線が張られたが、その外では大勢の人が消火活動を見届けた。人々は成果を歌いながら、沈下を待ち望み、消防車が通行すると喝采した。そこには、手を組んで祈る様子を見せる人、涙をこぼす人も見受けられた。 トゥールネル橋に群がった人々出火時に建物は閉館していたため、建物の中に観光客などはいなかったとされ、火災の発生から約10時間後にほぼ消火されたが、警察官2人と消防士1人の計3人が軽傷を負った。また、フランス政府の防災当局は消火活動が行われていた2019年4月15日の夜、数百人の消防隊員が、 あらゆる手段を尽くして大聖堂の激しい火災を消し止めようと活動している。しかし、空中からの放水は大聖堂の全体の構造を破壊しかねないため、行っていないとツイッターに投稿し、上空から消火する方法を断念した。16日になると消防士たちは燃え残りの調査をし、その周辺では小規模な降雨が確認される中で、出勤する人々が立ち止まって、 大聖堂を見ていた。活動を終えた消防隊たちに一部の市民は握手を望み、拍手、花、チョコレート、コーヒー、パンなどを送った。この火災について、パリの消防当局は、これまでで最も複雑な作業であったとした上で、木製主楼の骨格部分まで火が及んでいた場合、連鎖的な崩落を招いたとして、一時的に大聖堂全体が消失する。 可能性があったことに言及した。出火翌日の2019年4月16日には、フランスのローラン・ヌネズナイム時間が、消火活動で重要時間帯とされる、最初の15分から30分間の勝負が順調に進んだことで、使用部分の消失を回避できたと説明し、命がけで活動した消防隊の勇気と決意のおかげであるとして、消防隊と、 その消火活動を称賛した。また、パリ市副市長のエマニュエル・グレゴワールは、はじめに現場へ駆けつけた消防隊員たちは、重要事項の一つとして火災から遺産を可能な限り多く守ることを念頭において、活動していたと BFMTV の取材に対して語っている。多数のパリ市民は、パリ市庁舎の前にある広場で、大聖堂の火災において、 消火活動を行った消防隊員たちを称賛する集会を2019年4月18日の夕方に開いた。この集会に出たフランス内省のクリストフ・カスタネールは、パリ市と私たちの歴史を救ったなどと述べた。また、パリ市長のアンヌイ・ダルゴも集会に出席し、消防隊員が命の危険を顧みず大聖堂を救ったなどと発言するとともに、 大聖堂の再建に期待を膨らませた。同じく集会に出席した大聖堂の主席司祭であるパトリック・ショーベは祈ることしかできなかったとした上で人々の支援に感謝を示した。さらにフランス大統領のマクロンは約250人の消防隊員を大統領府に招いてその活躍を称賛し名誉勲章の授与を行うことを表明した。 火災の前後円を吹き出す戦闘機組構造の振動。浴廊の屋根部分はほぼ全焼し、戦闘が崩壊した。屋根に用いられていた鉛は火災により溶融した。一方、石組のボールとは一部が崩落し、元の形を保った部分は材木の落下を食い止めた。溶融した鉛を含む燃焼物が振動内に落下したが、振動内への炎症は食い止められた。 13世紀のバラ窓は3つとも生き残った。2つの塔と正面部は損壊を免れた。フランス建設業協会の会長であるジャックシャニュは、ツイッターで崩落した戦闘の先端に設置されていた、制動性の風見取りを持った現場の復旧活動中の作業員男性の写真を投稿し、信じられない。協会に加盟する企業の男性が発見したなどの書き込みをした。 この投稿内容はその後に、フランス国内では大となり、フランス文化省の報道官は2019年4月16日に、ルパリジャンの取材に回答し、現場の復旧活動をしていた、作業員が、風見取りを奇跡的に瓦礫内から発見して、回収していたことを明らかにして、おそらく修復可能だなどと発言した。イエス・キリストが処刑される際に身につけていたと、伝えられている。 生意物、茨の冠上空から被害状況を確認するドローン大制度は建物だけでなく寺院内部にも価値があるものが多数存在していたため火災発生後の15日夜に救急隊員や教会関係者などはバケツリレー方式によってなるべく多くの文化財を救出するために活動した火災発生後には 複数の文化財を安全な場所に保管していることをパリ市長のイダルゴが明らかにした。大聖堂の司祭であるパトリック・ショーベは出火時に聖堂内にあった生遺物、イバラの冠と聖類のチュニック13世紀の国王である類九世が身につけていたチュニックは消防士によって搬出され被害を免れたことを認めた。2019年4月19日、 フランス文化省の担当者は、消防当局の安全確認後、聖堂内に残っていたすべての絵画を、修復と聖堂再建までの保管を目的として、ルーブル美術館に運び入れた。大聖堂の西部出場部の屋根で飼育されていた蜜蜂が火災による被害を回避していたことを飼育していた、養蜂家が認め、消失した大屋根から約30メートル下に、 設置されていた木で作られた巣箱が火災に巻き込まれていた場合、高温によって溶かされた蜜楼により、蜜チが互いに接着することで全滅していた可能性に触れた。また、養蜂家は蜜チの飼育時に訓練を利用してきたことが、蜜チの生存につながったと述べている。当時、大聖堂では回収工事が行われており、工事が原因で出火した可能性があると報道された。 大聖堂は老朽化が進んで壁に亀裂が入るなどしており、2018年にフランスのカトリック教会が改修工事のために寄付を募った。2019年4月11日には先頭にある彫像16体がクレーンで下ろされており、彫像の修復作業中に先頭の改修工事を行う予定だった。2019年4月16日に検察は、 大聖堂からの出火が確認された2019年4月15日18時50分より前の2019年4月15日18時20分と2019年4月15日18時43分に火災警報が2回鳴っていたことを公表した。現地の捜査当局は1回目の警報時はすぐに点検が実施されたが出火は確認できず2回目の警報後に出火が 確認されたとし、どのような仮説も否定していないことを示した上で、現段階においては、事件性の裏付けが不可能とし、2019年4月15日の出火は出火であるという見解を示し、パリ検察は大聖堂で行われていた、修復作業に関与した複数の建築会社の建設作業員と大聖堂の職員などに対して、出火翌日の2019年4月16日から、 事情聴取を開始した。また、大聖堂の中は、損傷が激しいことから捜査は難航する見通しとされたが、科学捜査班や警察研究所が一部の火災現場への侵入に成功し、現場検証を始めたことも明らかになった。なお、出火当時は大聖堂の屋根に回収作業に使うための足場が組まれ、そこまで行くために設置していたエレベーターが3基あり、 そのうちに木が稼働していたことが分かっており、捜査当局は組まれていた芝の近くで何らかの原因で出火した可能性があると見ている。大聖堂の関係者は、大聖堂の内部に火災発知機や消火器はあったが、スプリンクラーなど自動消火設備がなかったことを認めている。火災発生日の2019年4月15日には、15人程度が現場で作業をしたとされる。また 火災の当日に修復作業をしていた業者は出火確認時刻の約1時間前には作業を止めていたと述べた。ルパリジャンは修復工事用のエレベーターに使われた電気回路がショートを起こしたことにより出火したとみて捜査当局が調べていると報じた。また修復作業をしていた業者はエレベーターは作業用の簡易式でエレベーターには スプリンクラーの設置はされていなかったことを明らかにした。なお、フランスにはスプリンクラーなどを設置する義務は存在しない。2019年4月24日にカナール・アンシェネは禁煙とされていた火災発生現場からタバコ7本の吸い殻を捜査当局が見つけたと報じた。また、カナール・アンシェネは大聖堂の改修を行っていた作業員が警察に対し 屋根にあった足場上での喫煙を認めたと報じた。これに対し、足場思考請負い業者であるルブラフレールの広報は、警察に作業員の一部による喫煙を認めた事実を受け入れたが、大聖堂の火災は吸い殻によるものではないと主張した。さらに、ルブラフレールは、足場内部のエレベーター一機に使われた電気回路のショートが火災の原因とフランスで報じられていることに対し、 エレベーターは、先頭から遠い上、火災発生場所は、建物の中であるという見解を示して否定している。カナール・アンシェネは、文化財保護の規則では警備員二人が、監視所に24時間いることが決められていたが、その実態は一人だった上、警備員は、朝8時から夜23時までしか勤務していなかったことや、電気配線が、 防火の規則で禁止されていた屋根の木造骨格部分を通過していたことを報じている。また、警備員は一回目の警報が4月15日18時16分になり、その後に、それをコンピューターで確認した係員の誤った指示に、従って屋根部分を見回りに行ったため、消防に通報するのが遅れたと主張しているが、係員のところ属している会社はそれを否定したと、 カナール・ワンシェネは報じている。これらの状況から検察当局は中間報告では電気系統の故障あるいはタバコの不始末ではないかとしていたが調査結果説明は一部の要素しか発表していなかったため最終的に詳しい出火原因は不明と結論付けた。2020年3月のイフップによるフランス国民への調査では54%が多分事故。 29%が闇はある、7%が政府は隠しているが放火であると回答している。未回答は10%。フランス大統領のエマニュエル・マクロンは2019年4月15日の夜に火災で被害を受けた大聖堂を訪問し、涙ぐみながらパリ市長のイダルゴ、大司教のミシェル・オペティと共に消防士たちの活動によって最悪の事態は 回避できたとした上で、最高の才能の持ち主たちを呼び寄せて、損壊箇所の再建をすることや、大聖堂は人々にとって、生活の中心で信仰に関係なく、全フランス国民のものと発言し、翌日から世界に再建の協力を求めることを表明し、我々はノートルダムを再建する。それが、フランス国民の望みだからだと述べた。 4月17日にマクロンは大聖堂の再建に関する会議を開き、出席したユネスコ事務局長のオードレ・アズレ、パリ市長のイダルゴ、建築の専門家などとともに、消失部は5年以内に再建が可能であることや、消失部以外の補強も必要であることを確認した。また、それに先行する閣僚会議では、崩壊した戦闘の復元において、 消失前の19世紀に増築された木製のデザインが石で作られた大聖堂に合わないとする批判があったことを考慮し国際的コンペティションを実施して消失前のデザイン以外についても募集する方向であることが示された。また、マクロンは大聖堂を5年以内で再建する動員力を有した強力なプロジェクトの構築を目標として フランス人全員が参加するプロジェクトを立ち上げ、2019年4月17日中に再建工事の関係者を集めた。特にマクロンは、フランス全土の企業、芸術家、工芸家の参加と若者の能力向上に重点を置くために、シャンティエドフランスを設置して数千人規模の若者への職業についての教育を可能とすること決定した。さらに、マクロンは、 全国でのボキニや大聖堂の再建工事を迅速に行うために、フランス政府に対して有効な全ての対策を施すように要請すると、ともに、ノートルダム大聖堂、再建担当大統領特別代表の職に、将軍のジャンルイ・ジョルジュランを任命し、ジョルジュランは2019年4月18日から、フランス文化省などとともに大聖堂再建を開始することになった。 発生からちょうど2ヶ月後となる2019年6月15日、火災後初のミサが不安定な状況の中で行われ、参加した司教は作業用ヘルメットを装着した。大聖堂の国際部門を担当する大使は、会談で非常に危険なので少人数しかいないと述べた。フランス文化省は、建物の基礎部分がどれぐらい長く支え続けることができるかわからない。 今からでも崩壊する可能性があると警告している。ノートルダム大聖堂は回復にはほど遠い状態にある。炎症により溶け出した鉛で汚染された大聖堂は未だ整備の途上にあり、重量を分散させるための巨大な補強量の設置作業が行われている。これに伴って19世紀の窓ガラスが取り除かれ近隣住人が避難した。 屋根に開いた三つの大穴の修復に際する最大の問題は大聖堂に吹き込み建物の構造を脅かす風だと大聖堂側は説明するロボットの助けを借りながら瓦礫除去をする労働者の上に落下物や雨が落ちるのを防ぐためプラスチック製の巨大な保護装置が設置された瓦礫の除去が完了すると先頭の周囲を囲む250トンの足場の除去が始まる そして修復は発火箇所へと至る。その期間はおよそ4ヶ月かかると見られている。4月15日の火災発生当初発表された総額8億5000万ユーロの寄付のうち、これまで実際に寄付された金額は1割にも満たない9%だと、フランクリース・テール文化大臣はインタビューで明らかにした。1億ユーロの寄付を発表したファッション業界大手、ケディングや、 2億ユーロ以上を発表した LVMH は今のところ発表した金額を預けておらず段階的に必要な仕事に応じて寄付していくものと見られている現時点では寄付の金額は当局を過度に心配させるものではなく文化大臣は寄付することを約束し実際には行わない人もいるでしょう寄付は作業の進行状況に応じて提供されていくでしょうと フランスのテレビ番組で述べた。寄付の実現には懸念もあったが、10月のニュース記事によると、寄付金はすでに6億1600万ユーロ以上が振り込まれ、あるいは確定している状況であるという。最終的な寄付金の総額は8億ユーロとなる見込みである。再建に関して、新興フランスのランドマーク的なイノベーションにこだわるマクロン大統領と伝統に、 忠実な復元を望んでいる多くのフランス市民とが対立しており、1169人もの建築家、学芸員、教授らは大統領宛に公開書簡を送り、再建を再考するように促した。書簡は適切な判断のためには、時間が必要、専門家の声に耳を傾け、彼らの知識を理解すべきであり、野心的な期限を修正してほしいと訴えた。世論調査によれば、 フランス国民の半数以上が大聖堂を元通りにしたいと考えている。5月には上院議員が火災以前の伝統的な聖堂に戻すべきという法案を可決した。しかし大統領は革新的な建築デザインのための国際的なコンテストを承認し革新にこだわりを見せている。フランスの歴史上最も若い大統領は単に大聖堂を再建するのではなく、 それを改善しなければならないと考えており、大聖堂に新しいフランスのビジョンを投影させたがっていることが伺える。消失に際して、先頭と屋根の鉛が溶け出し粒子を空気中に拡散、近隣の通りや建物に降り注いだ。当初、行政当局は住民への危険はないとしたが、時の経過につれて、周辺地域の学校の安全性や消化に当たった。 数百人の消防士、支援作業員らの健康被害に対する懸念が高まっている。2019年7月、以前から問題を指摘してきた環境保護団体のロバンデボアは、行政当局の一連の処置に対して、訴訟を起こした。団体は、潜在的な健康リスクは直ちに考慮されるべきで、あると警告。大聖堂の敷地は、有毒廃棄物だとし、 当局が汚染を抑制するための措置を講じず、医療機関、政府職員、パリ市民を意図的に危険にさらしたとして非難した。政府高官は汚染防止対策が不十分であると認めた後、復興作業は暫定的に中止された。パリ知事、ミシェルカドは厳格な規制が大聖堂の汚染された内部のみにとどまらず、周辺地域で導入されるべきだったと述べ、 安全対策を強化するとした。1000万ユーロ以上の寄付者フランス通信社が事件に際し、火災によって破壊された歴史的な建物を火災発生年ごとにまとめた。また、この火災と同年に日本、沖縄県の首里城も火災で消失した。ありがとうございます。